はい、どうも、えー、岡宮です、えー。上松さんのバンドとかで、えー、ギターを弾かせていただいております。えー、よろしくお願いします。はい、作曲の上松です。よろしくお願いします。<っ>はい、広田です、えー。上松さんのバンドでベースとか弾いてます。よろしくお願いします。これはあのスクエアにいた人間が。 えー、音楽好きな人間が集まって。集ったわけですね。でも、別に、あの、素人が集まったわけじゃなくて、岡宮みくんにしても、ひろた君にしても。昔からギター弾いてるやつ、ベース弾いてるやつだったんで。あの、一から練習して。あの、バンドを組んだっていうわけじゃないです。<laughs> あのね、僕と、岡宮や君はね、遊びで。 スタジオに行って、ローリング・ストーンズやったりしたことはあるよね。ありますね。何の曲やったんですかえー、ブラウン・シュガー,あー <laughs> 僕はブラウン・シュガーやるために、フェンダーのテレキャスター買ったんですよ。今そのテレキャスターはどうしました山中にあります。<laughs> ギターだったんですよ。ギターだったですギターだったギターです。6弦をちょっとね、全音を下げて D にして。おお。 ははい、得意な楽器は、まあ、ギターーででですすすね鍵盤ですベースですドラムはねドラムも僕らがいつもやってるドラマーって、うん、彼もスクエアにいた、あのー、人なんですけれども彼ももともとプロフェッショナルでドラム叩いてた人なんで、うん、その人とよくやってますね藤岡君という人と。うん ファイナルファンタジー4っていうゲームがあったんですけれどもそれの音楽のアレンジバージョンをあのアイリッシュバージョンでアイリッシュ音楽でやってみようということで、えー、3 0歳ちょいぐらいの時にアイルランドに行ってレコーディングしたんですねでそこで僕はアイ,アイリッシュ音楽にすごくハマって日本に帰ってきてからも先生探してアイリッシュフィドルを習ってた時期があったんで今回はあの久々にアイルランド音楽を おえー、再認識でできそうですごく楽やっぱり20年代の音楽ということでアイリッシュもあるし他のいろんな種類の音楽もあると思うのでそれをいつもの仲間たちとあの楽しく勉強してそれをゲームに反映できるのはすごい楽しみです。そうですねあのー やっぱり20年代の音楽って全然こう僕らの今とつながってるのかつながってないのかわからないんでそこをちょっとこう探究しながらちょっと突き詰めていきたいなっていうのはありますね。はい それはベロンベロンに言わせればいいんじゃないでしょうかね。<laughs> <laughs> 酔えば酔うほど <laughs> 酔えば酔うほど強くなる。<う>酔えば酔うほど強くなる。<laughs> えっと僕が考えているのは今多分研究会であのその。 発表、発表というかな、あの、こういうのがあったね、こういうのがあったねっていう研究をしていくのに、点で、最初は点で、あのー、しかみんな見つけられないと思うんだけど、それが、だんだんそれをやっていくうちに、線で、その時代と音楽っていうのがつながると思うんで、そうした時になんかいろんなヒントとか、あと今につながるなんか、共通点とかが、まあ、見つかってくるんじゃないかなと思ってます。 うーんとねあのそのアイルランド音楽に凝ってた頃にいろいろ資料をいっぱい揃えたんですねだから本あの書籍ですとか DVD ですとか揃えた中にあの、ね、BBC テレビが作ったアイルランド音楽の DVD があったと思うんですよ。 でそののアイルランド音楽の歴史ですよねだからそういうのも見たら多分1920年代の頃のアイリッシュ音楽みたいなのも出てくる可能性があるので、うん、もう一回ちょっと見直してみようかなと思ってます、うん、でもねでもね正直言うと偶然なんだけど僕ね今ちょうど自分家の自分の部屋の中でアイリッシュステップダンスを練習してるんですよ。